わ、ほんまや、来てる。行こう。乗ろう。お、第2章。え？読むよ。こっち多分お姉ちゃんだよね。実験のための動物を見つけるのが困難になってきたけど、簡単に手に入る動物がまだ1匹だけいるわ。え？そっちなんて書いてある？私はレア家のために時計を作っていると伝えたけど、レア家は興味がなさそうだった。あのバカな鳥と遊ぶのに夢中だったから。なんかこっちなんか実験のための動物とか言い始めて、そっち気な臭くなってきたけど、だんだんえ、これペット失踪事件ってなんだっけ、名前忘れちゃった。お姉ちゃんのペット失踪事件、お姉ちゃんがお姉ちゃんのせいだったりする。ちょっと先進む。あ、色がついた。先進め。俺進んだ。俺も1932年、5年後か。あ、ほんとだ、色がついた。あ、さっきのルートが通行止めになってるんだ。あ、ほんとだ。これまた同じとこだね。でもね、うん、どうする、どっから行こうか。あれ、井戸なくなった。なんかラッパ、ラッパ、井戸があったとこがなんかラッパのお店になってる。ラッ、どうしようか、どっから行く。え、もう一回時計店行ってみる。時計店から行く。これまたあれかな、同じかな。じゃあ、うん、3時にまたしよう。酔うかもしれない見てる人がいや、なんかワープしてるみたいな雰囲気になるよね。ね、 OK、 着いた。入りますよ。俺も着いた。入りましょう。あ、白いカラスだ。あ、違う。え、こっち鍵とレア家って書いた箱と、うん、アマリーラブンって書いた、うん、手紙。こっちは白いカラスが思いっきりいるのと、うん、あとなんかなんだ、お手紙みたいなのが壁に前に貼ってあって、であと下のところにこの道具を片付けないで店が閉まってから作業するから、アマリーって書いてある手紙が置いてある。ちょっとあのアマリーラブンって書いた封があるのと、壁の手紙読んでいい？こっちにある。いいよ。なんか上に見習いって書いてあって、多分これなんか証明書みたいな、うん、親愛なるアマリーへ、あなたが私の見習いとして選ばれたことをお知らせできること、とても光栄に思います。あなたの時間抽出の実験、時間抽出の実験、あなたの時間抽出の実験は実に画期的なものです。我々の人生のスパンが短く、それが不公平だという意見には賛成です。我々のように世界を改善し向上させていく者たちにとっては特にです。スイスであなたの実験の手助けができることをとても楽しみにしています。警具、クラリッサ・シャー腕時計職人マスター。腕時計職人マスターからのお手紙だった。腕時計職人マスターからのじゃあこっちもちょっと手紙読む。いいな、その称号欲しいな。お願いします。あ、違う、なんか手紙を獲得した。うん、鍵が入った手紙を獲得した。あ、読めるわけじゃないの。鍵も獲得した。読めるわけじゃないの。うん、読めるわけじゃない。鍵も獲得した。あとは白いカラスが肩に乗った女の子の後ろ姿の写真と、うん、だけかな。ちょっと待って、なんかできないかやってみる。あ、でもこれ以上何もできない。俺も何もできない。観葉植物ビヨビヨするぐらいしかできない。こっちもカラスの鳴き声を聞くぐらいしか。じゃあ一回出ようか。とりあえずアイテム獲得してきたから。こっちは何も取れてないけど、ピンセットをクリックしたけど取れないな。手紙、メモをちょっと読めるけど、あとなんか赤白琥珀みたいな玉があるのと、あと時間の抽出っていう本と自動装置の作成っていう本がある。とりあえず出るか。多分上にも下にもいけないし。うん、出た出た。出ましょう。どっち行く？ラッパと家と。ラッ、どっちがいい？どっちでもいいけど、さっきの順番で行くとしたら家に行こうか。次家、うん、そっちで手紙と鍵が手に入ったんだよね。あー、なんかめっちゃ家だ。俺家じゃない、なんかホテルの受付みたいな。あ、そうなの？
こっちなんか暖炉のある部屋みたいな、あの鹿の骨の壁掛けのやつ、あ、分かる、怖いよ、顔のやつ分かる、うん、あ、なんかある、あれと、まあ薪と焚き火と、うん、なんかドアが開いた、うん、こっち開かない、あ、なんか、ね、下に行ける、ドア開けたら、俺めちゃめちゃに金がかかってて、ベルかかってて、うん、壁一面、うん、壁一面じゃないわ、うん、壁にベルかかってて、うん、キッチン、前の扉、書斎、音楽部屋、オフィス、ダイニングホールって書いた、すげえあるじゃん、書いた看板がついたベルがあるだけで扉一個しかなくて、こっちなんか地下に行けそうだから行ってみていい？すげえ怖いけど、こっち手紙あったから読んでみていい？ああ、うん、ちょっと怖いからそれを待つわ、ちょっと扉閉められない、下の階にあるものを置いておいたよ、私の最大の発明になるはず、私たちの秘密のメロディーを流せば扉が開くよ、あまり、じゃあ下の階ってこっちの話なのかな、下の階に行けるんだよ、あるのは、うん、え、なんかトカゲみたいなのがいるなんかすごいめっちゃ寂れた地下室みたいなとこで、線のついた樽とネズミ捕りみたいな、なんかあの小動物のカゴみたいなのがある、うんうん、これ線抜いていいのかな、うん、あ、抜けた、ええ、なになに、言葉が出てきた、こっち、多分そっち側で見つけたやつか別なところで見つけたやつ通りにベルを鳴らしたら多分開くだよね、だと思う、ちょっと今こっちからなんか線抜いたら液体が流れ出て言葉が出てきた、何、このバージョンを完成させるためにもう1年も書斎で頑張っていたの、レア家、これをあなたに保管していてもらいたいの、大事にして、これってなんだ、あ、びっくりした、あー、びっくりした、何何、トカゲタッチしたらめっちゃ早く動いた全面的に僕が悪い、これは全面的に僕が悪いわ、あー、動く、あ、待って、あ、トカゲ捕まった、待って、何これちょっと待って、読むわ、トカゲの歩いた後に出てきた、うん、5年後にもっと知識があればこのバージョンの作業を再開して完成させるわ、それじゃ夕食の席で会いましょう、ダイニングか、キッチンか、なんかそれ系のやつを全部ひっくるめてちゃんと文章に時系列順にな、こっちで鳴らしたら多分こっちの扉が開く、あ、そういうことなのかな、ちょっと待って、今他にもなんかないか探してるけど、なんか瓶とか動かしたけど特にないな、そうだね、書斎と夕食の席は出てきたな、でまだ別のとこにあんのかな、他のが、うん、ちょっと出るか、これ以上なさそうだわ、じゃあ一回出ようか、一回出てみるか、もう一個のとこ見てみよう、もう一個のとこ行こうか、ちょっと面白くなってきたな、これラッパ行こうラッパ行こう、ラッパーすぐ、え、あ、待って待って、あ、なんか手紙出しちゃった、手紙出したのなんでなんかクリックしたら手紙勝手に出された、こっちはなんかすごい数字の書いたなんかボタン、あ、出ちゃったみたいなのがいっぱい並んでて、あと、うん、あのさっきなんだ、あの時計屋さんで出てきたゼンマイ仕掛けの虫がいる、こっちいない、ポスト、これポストなのかな、金庫みたいなのが置いてあるっぱい、ポストブレブカッセみたいなこと書いてある、あ、じゃあ違うっぽいな、なんかこっちはうん、なんか、あ、赤いポストが、ハンドルみたいなの、なんか針、時計の針みたいなのが4つついた扉みたいなのがあって、うん、下に14、16、18、24、26、28、34、36、38、44、46、48って書いてある、なんだこれ、こっち、え、待って待って、もう一回、上から、あ、まあね、うん、10、20、30、40なんだけど、うん、横は4、6、8ってなってる、こっちなんか紙切れの左側だけかな、うん、があって、うん、郵便ボックス番号28で途切れてて、うん、あ、でもこれで1枚の紙なのかな、あ、28あるね、 NWWSWE って書いてあるから多分方角で、方角か、ちょっと順番に1個目が NW だからノースウェストだから、西北西か、北西はどっちだ、こっちか、もう1個
ダブルウエスト西だね。はい、OK。サウスウエスト。サウスウエストだから南西？はい、南西。で、E、イースト。イーストだから東か。じゃあこれだな。あ、いた！アマリーラブンって書いた手紙。あ、そっちの手紙が届いた。え、鍵入ってるやつ届いた？待って、なんか切手がついてる。開くよ。うん、レアケラブン、鍵が届いた。すごい。すごくない？俺の送った手紙が届いたよ。届いた。やば。書いてある文読むね。うん。アマリー、これが時計屋への鍵よ。仕事が終わったら私のカラスを探すの手伝ってくれない？あ、これでもしかして閉まってる時の時計屋に入れるようになった？ああ、ちょっと機械ゼンマイ仕掛けの虫がいるから一応それも押してみるね。うん。ゼンマイ巻いた。あ、動いた。どこ行くの？あ、どっか行っちゃったどっか行っちゃったわかんない。はるか上に追い、ついていけないぐらい上に行っちゃった。まあ、とりあえずじゃあここはこれで終わりかな。じゃあ閉まってる時計屋に僕行ってみるわ。閉店時間にして、うん、俺も鍵あるから。あ、じゃあ入れるのか2人とも。ちょっと閉店時間にして。あ、なったなった。あ、いけた。僕もいけたわ。いや、あ、なんか時計を、なになになに、なんでお前つつくの？なんでお前時計つつくの？何？やめて。なんで時計つつくのお前さっきから。なんかこっちの状況を説明するね。うん。なんか時計、懐中時計の開いたのがあって、うん、なんか白い回せるのとダイヤルみたいなのと、あとなんかちっちゃい宝石みたいなのが動かせる、うん、あ、待って、こっち側に置いてあるのね、うん、本が2つあって、うん、宝石用原石っていうやつと、うん、時計学っていうやつがある。あ、じゃあ多分それがヒントになってるんだろうな。渦巻き模様が書いた時計学っていう。宝石から開いてみようか。うん、ちょっとこっちめっちゃカラスが時計をつつくから18ページ、うん、緑の石、クジャク石はその緑色で知られる銅鉱石であり、色あせないと色素を作ることに色あせない色素を作ることに使用されている、うん、で白い透明なやつは石英はそれが持つエネルギーを導く能力のため一般的に時計を作るために使用されている、うん、あ、でもなんかこういうの書いてあるだけだな。なんか位置を教えてほしいな。あ、OK、 左上が緑。 あるんだ。待って、それさ、今こっちの星の、星じゃないや、その宝石の配置、うん、がなんかダイヤみたいな、宝石のダイヤみたいなところに配置されてて、それを動かせるんだけど、うん、なんかそれっぽくなってる。こっち左側のページに3つ、右側のページに3つって感じ。ああ、なるほど。なんかどうなんだそれ、位置関係。一回もう一個の方も見てみようか。あ、そうね、見てみようか。時計学も見てみようか、うん、時計学、新しい時間の測定方法、自社書、アマリーラブンって書いてある。上の方アマリーの本だ。はい、シャー氏は複数の研究を通し、石英のみを伝達プレートとして使用したときに時計の精密性が上がることを発見しました。なんかね、扇状のマークっていうか、胃腸型のマークに、うん、多分それだわ、上4つ、うん、それだわ、あって、下になんかビーム出てるやつがうん、多分それと同じのがこっちにあるの、時計の中に。あ、なるほどね、瞬間記憶能力とも。あ、なるほどね。これを読んでいくね、うん、タイガーアイは石英の左側にあるべきである、うん、なるほどはい。で、クジャク石は一番端やルビーの真横にあってはならない、うん、一番端やルビーの真横にあってはならない。はいはいはい。
むずっ。いいですか。うん、ちょっと待ってな。ちょっと待って、今メモるわ、それ。ちょっと待ってね。ビーはタイガーアイの真横はダメ。ダメ。はい。あ、でもこれで終わりだ。これで終わりか。タイガーアイは左っていうのはさ、真横？それは書いてない。石英の左側にあるべきしか書いてない。あ、なるほどね。ってことは、ルビーはクジャク石ともタイガーアイとも真横にいちゃダメ。そうだね。で、一番端もダメで、ルビーが真横にやってもダメ。横はダメってことは上下ならいいのか。上下に置ける。ちょっとつつかないで、カラスつつかないで。動かせないから。で、タイガーアイは石英の左だから、これ先に移動させた方が良さそうだな。左で、ルビーはだから下に置いといて、でクジャクは端に置いちゃダメってことはこことか。あ、上下動かすための余白。なるほど。なるほど。ルビーはタイガーアイの真横がダメで、うん、クジャクはでも端にいちゃいけないから、うん、ちょっと待てよ。あ、待って、分かったかな。ルビーは端にいてもいいんだよな、これな。ルビーは端はダメとは書いてないわ。だよね。ってことは、ルビー端に持っていきたい。で、これでクジャクが端に来なければいいんだから、こうか。うん、待って、タイガーアイは石英の左にある、クジャクは端でもルビーの真横でもない、ルビーはタイガーアイの真横でもない。これでいけないのかな。ちょっと待って、これで合ってたら次の段階に。あ、じゃあちょっと次の段階があるの。うん、ちょっと教えて、それ。いや、何回回すとかなんだけど。あ、なんかね、あ、回すものがある。回すものがある、こっちに。いける？うん。最高の精度にするため、バランス針を3つ目の石英に向ける、うん、3つ目の石英？3つ目の石英。3つ目石英1個しかないんだけどな。どれだ、これ。あ、これあれじゃない、なんかこれ書いた本の人が、うん、あの石全部石英にした場合、うん、時計の精密性が上がるよって言ってるけど、うん、あまりが、うん、別な石の方がいいんじゃないって言ってるんじゃない。で、今の石の配置にしました、うん、で、その多分これ米印が一番大事なんだな、きっと。その代わりにクジャク石へ向ける。その代わりクジャク石へ向ける。3つ目の石英に向けるっていうのはちょっと一旦なしで、うん、クジャク石にバランス針向ける。え、なんかなんだこれ、これでいいのか。もう締めれないもんだと思う、これ。ちょっと一旦これ、あ、待って、外れちゃった。え、じゃあこれ違うのかな。待って、バランス針は、あ、こういうことか。あれ違う。バランス針をクジャク石へ向ける。クジャク石に向けたけど何も起こらない。あ、その後まだあるんですよ。ある。まだあるんですよ。はいはい。右上のギアを2回時計回り回して。はい。2回回した。時計回りに回して時計のネジを巻く。え、待って、どれが時計のネジだ。一回読むね、全部。うん、最適な精度を生み出すために全てを設定する場合、右上のギアを2回時計回りに回して時計のネジを巻く。蓋が閉まったら時計を12時に設定して実験を開始すること。蓋が閉まらないんですよね。これで間違ってプロセスが開始されるはず。だからどれがギアでどれがネジなんだ。右上の方がギアって書いてある。右上っていうのかね、なんか。だって右上って書いてある。
だもん。右上って書いてます。右上のギアを2回時計回りに回して、うん、時計の右上。あ、来た。蓋が閉まったら、うん、時計を12時に設定して実験を開始すること。12時にします。あ、なんか、あ、カラスが吸い込まれた。吸い込まれた。え、なになに。あっちで何か起きてるけど、俺の方は今何も起きないな。右読んでるだけです。右下。え、嘘、何これ。右下なんだよね。あ、これ進む方向？汽車のかな。じゃあこっちの謎は解けたのかも。こっちも調べられるもんないもんな。家とかなんかあったっけ。だから僕の方の地下でさ、言葉が出てたやつ、うん、うん、あれでさ、そっちのなんだっけ、チャイムみたいなのどうにかするのかな。チャイム、なんかさ、ロビーみたいなところでうんぬんっていうのがあったじゃん。あったこれ。それをもしかしたらどうにかするんだろうな。ちょっともう一回家行ってみよう。家来た。おげむ来たわ。ちょっと待ってね、地下もう一回見てみるから。よっ、これこっち行った方がいいわ。一応もう一回文読むよ。こっちにある。うん。このバージョンを完成させるためにもう1年も書斎で頑張っていたの。レア家、これをあなたに保管していてもらいたいの。大事にして。次が、5年後にもっと知識があればこのバージョンの作業を再開して完成させるわ。それじゃ夕食の席で会いましょうって書いてある。これ部屋の名前が出てくるのは書斎と夕食の席だけかな、今のところ。書斎とキッチンにしてみようか。てかバージョンって何？わかんない。時計の実験の話じゃないかな。あー、こっちにあるのがキッチン、前の扉、書斎、音楽部屋、オフィス、ダイニングホール。ダイニングホールが夕食の場所じゃない？普通ダイニングってご飯食べるところでしょ。うん、で書斎からダイニングホールを押して扉開こうとしても開かないんだよね。じゃあなんか見落としてんのかな、こっちで。もう押せるとこないんだよ。暖炉の火をちょっとパチパチさせることができる。あとは鹿の骨がガシャガシャ言う。私たちの秘密のメロディーを流せば扉を開くよ。なんだろうな。じゃあなんか足りてないのかな、やっぱりこっちで。多分。でもトカゲ捕まっちゃったしな。なさそうなんだよな。あ、紐が、あったわ。横見づら。あ、待って、来た。ほら。行くよ。あった。うん、行くよ。このバージョンを完成させるためにもう1年も書斎で頑張っていたの。レア家、これをあなたに保管してもらいたいの。大事にして。とても大事にね。キッチンであなたが見つけた2匹の子猫たちを世話していたみたいに。5年後にもっと知識があればこのバージョンの作業を再開して完成させれば、それじゃ夕食の席で会いましょう。だから書斎、キッチン、夕食の席だ。やかないです。書斎、キッチン、ダイニングホール、開かない。書斎、キッチン、ダイニングホール、前の扉、あ、開かないわ。でも明らかになんかもう時系列的には書斎、あ、時系列だと違うのかな。1年も書斎で頑張っていたのって言ってるのが今でしょ。うん。で、あの2匹の子猫たちを世話していたみたいにって過去に言ってるからキッチンなのかな。あ、そうだ、数字か。書斎が1年なんだよ。はいはいはい。キッチンが2匹なの。で、キッチンが2、夕食が5年後だから。夕食が5年後って言うとなんかすごい全然食べれないみたいになっちゃう。開いた。へ、いや、行きたくない。
こっち何もできないから、あなたが言ってもらって。近い行きたくない。行ってください。近い行きたくない。でも、何もない。何もない。何もない。もう最大の発明があるみたいな。何も行けない。何も行けない。行けないよ、下。でも、開いたこと、行けたー。スクロールができましたー。はい、こっちと同じ仕組みならじゃ。多分。瓶と、なんかロープに引っかかった。あ、こっちと構成一緒だな。ロープに引っかかった、なんか、樽がある。樽？ドンキーに出てきそうな樽がある。あ、こっちにもある樽。なんか穴開いてる。あ、こっち線がしてあった、もともと。殴ったら開く、これ。じゃあ殴って。開かなかった。ああ、開いた。そっちの様子が分かんないから。ああ、時計出てきた。出てきた？うん。もうそれが方向を示してくれるんじゃないかな、そっちも。あ、示してくれる。ちょっと外出ようかな。そこに行っていいやつ。え、これ何？え、覚えなきゃダメ？うん。ぐる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 ってなってから数えればいい。そうそうそう。覚えて。バカ。ちょっと待って。上。うん。右。うん。上。右。下。オッケー。じゃあちょっと機関車のところに戻りましょう。オッケー。ちょっと手元にメモったんで、僕。いいよ。戻った？戻った。じゃあガオさんの方が多分最初なので、うん、順番に言うよ。上右下で、右下右よし、カチャ、あー、行った、来たー、電車来ましたよ、乗りますか。あ、電車来たのか、乗りましょう。行きます。ドン。第三章だ。はい、もうなんか恐ろしいこと言い始めたお姉ちゃん。